ロイヤルダッチシェルは、オランダのハーグに本拠を置くオランダとイギリスの石油会社である。ユーロネクストアムステルダム、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所上場企業。第二次世界大戦後から1970年代まで、世界の石油の生産を、ほぼ独占状態に置いた、セブンシスターズ7社のうちの1社であり、ヨーロッパ最大のエネルギーグループである。 グループ企業は145の国に広がり、世界中に47以上の製油所と4万店舗以上のガソリンスタンドをグローバルに展開している。ロイヤルダッチシェルの事業は垂直統合で行っており、炭鉱、生産、輸送、生成、販売までの事業を一括でしている。また、事業の多角化を早くから行っており、ロイヤルダッチシェルは石油事業、ガス事業、 石炭事業、化学事業、原子力発電事業、金属事業など様々な事業を保有している。2000年代の初めからは代替エネルギーに力を注ぎ、太陽光発電、風力発電、水素プロジェクトなどの新規分野にも積極的に投資をしている。同社が出資するロンドンアレイは2006年12月に世界最大の海上風力発電所を建設すると、 発表した。そもそも、シェルとロイヤルダッチは、独立した、経営体であった。これらが、提携関係となったのは、1903年であり、きっかけは、エイジアティック・ペトリウム・カンパニーという、合弁事業であった。パリケ・ロスチャイルドも参加したが、実際の交渉に当たったのは、ロスチャイルド側のフレッド・レインと、シェルよびロイヤルダッチ側のヘンリー・デ・ターディングであった。シェルの歴史、 研修シェルの歴史は、ユダヤ人、マーカス・サミュエルが来日した際に、横浜近郊の三浦海岸で見つけた貝があまりにも美しく拾い集めた貝殻を持って帰国。貝殻細工の製造販売で財を成して、ロンドンに開店した小さな骨董品店に始まる。カスピ海から輸入した貝殻が利益を上げ、次第に事業を拡大、世界最初のタンカー王となった。 また、弟と横浜に開いたサミュエル商会は、数回にわたり、日本の外債を引き受けた。後を継いだ息子たちは、石油事業に進出し、ボルネオ島の油田開発に成功した。これが大規模なものに成長し、1897年に、シェルトランスポートトレーディングカンパニーを設立した。社名は、貝殻を販売していたことと、 出資者の家紋がヨーロッパホタテであったことにちなむ。トレードマークは当初ムール街であったが、1904年に現在のマークの原型となるホタテ街に変更した。ヨーロッパホタテの貝殻をモチーフにしたペクテンマークの起源はここにある。ロイヤルダッチシェルのロゴマークが描かれたタンクローリーロイヤルダッチの歴史、編集ロイヤルダッチはオランダ領東、インドを拠点に活動していた。 ジャンバティスト・アウグスト・ケスラーが1890年にオランダ王室からの特許状を得て、オランダ両東インド石油開発会社を設立、石油開発に着手したことに橋を発する。過酷な気候や風土病に悩まされながらも1892年に創業を開始し、その際スタンダードオイルへの対抗もあり、シェルに石油運搬を委託していた。世界各地で、 アメリカのロックフェラー系のスタンダードオイルとの競争が熾烈になったため、シェルとロイヤルダッチは石油の利権を確保するため業務提携し、1907年に事業を提携してロイヤルダッチ、シェルグループを形成した。1911年にアゼルバイジャンの油田をロスチャイルドから購入した。世界恐慌の頃からシュルンベルジェに油田探査を依頼し、青天井に 原油生産量を増やした。1960年代以降ナイジェリアでも創業し、政府系企業などと合弁で、シェルナイジェリアとして活動している。この事業提携が事実上の単一企業とみなされて98年、続いてきた。また、アルジェリアのイナメナスでも、世界一のガス電、ハッシルメルをめぐり、他社と開発を競争した。2001年頃から、 参家の油田の埋蔵量を過方修正するなど、財務上の問題が明らかになり、株主より、コーポレートガバナンス上の透明性向上の要求から単一法人化を求める圧力が急激に高まっていた。こうして、2005年5月、98年間続いた二社提携の状態に終止符が打たれ、両者は合併して、単一の法人ロイヤルダッチシェルとなった。 ロイヤルダッチ・シェルは2005年までオランダの事業、親会社ロイヤルダッチ・ペトロリアムイギリスの事業、親会社シェル・トランスポートトレーディングの2つの法人が60、40の比率でアライアンスを組んだ状態が100年近く続いていた。一般にはロイヤルダッチ・シェルというような表示をされて便宜的に単一の会社であるように理解されていたが、あくまでも2社の事業提携であり、 単一の事業法人ではなかった。報道紙面での故障が、そのように通例化されていたのはその現れであった。二千十二年二月十日、近年国家戦略として、エネルギー資源の獲得に意欲を見せる、中華人民共和国の中国石油天然技官、元無開発講師が、ロイヤルダッチシェルが保有する、カナダブリティッシュコロンビア州、グラウンドバーチの権益の二十パーセントを買収し、 同地域の天然ガス液加工場での共同プロジェクトに参画することとなった。2015年、イギリスの同業大手 BG グループの買収を発表。2016年2月に完了した。2017年10月、電気自動車の充電サービスを提供するオランダのニューモションを買収。2016年12月まで参加にあった。2018年7月に、 イデミツさんに事業を2020年2月に雇用契約を承継。同年7月に RS エナジー株式会社に解消。2021年4月以降、イデミツさんが新ブランドアポロステーションを使用開始し、順次、イデミツ、シェルブランドから転換することに伴い2023年までに日本国内でのシェルブランドのガソリンスタンドは消滅する予定。また、 イデミツ鉱産主会社として昭和シェル石油の潤滑油事業を承継したシェルルブリカンツジャパン株式会社及びその子会社をシェルオーバーシーズが2020年12月末に取得したシェルルブリカンツジャパン株式会社はシェルオーバーシーズによる取得に伴い港区台場から千代田区丸の内に移転2018年10月に上野グループに譲渡。 オクサリスケミカルズ株式会社に解消。ありがとうございます。